ご視聴ありがとうございます。シンガーソングライターのパクユーです。本日は2024年10月11日発売の最新オーディオインターフェース、こちら SSL2M2 のレビューをお送りします。初級者中級者向けの低価格帯オーディオインターフェースの中で人気機種の一つであった SSL2SSL2+ が発売から約4年半の時を経て M2 にバージョンアップ、新規購入買い替えを検討されている方非常に多いのではないかなと思います。このチャンネルでは今年の春に同じく低価格帯のオーディオインターフェースで人気のあるモツ M2、 フォーカスライト 2i2 Gen 4、 オーディエント ID4M2、 スタインバーグ UR22C を5項目10段階で評価したレビュー動画を公開しました。今回はそれらの動画のフォーマットにのっとってこの最新機種である SSL2M2 を忖度なしで自腹徹底レビューしていきます。この動画公開は正式な発売日の1日前になるんですけれども、普通に楽器店の EC サイトで予約注文をしたら1日早く到着しました。説明欄にこのチャンネルでアップしてきた関連動画と製品購入ページの URL 掲載していますので、ぜひそちらもご活用ください。また今後このチャンネルで先ほど挙げた4機種にこの SSL M2 を加えた5機種を低価格帯オーディオインターフェース5強としまして、タイマン総当たり比較動画というものをどんどんアップしていきたいと考えています。ご期待ください。このチャンネルは音楽愛好家音楽制作家の皆さんに向けて音楽に関する様々な動画をお届けしているチャンネルです。チャンネル登録5万人を目指して頑張っています。有意義な動画有益な動画どんどんアップしていきますので、ぜひぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは詳しく見ていきましょう。まずは価格から、日本円で販売価格が32,780円、アメリカドルで 229.99 ドルになっております。続いて仕様をご紹介していきます。接続は USB Type-C でバスパワー対応で、入力数は2つ、後ろにコンボジャックが2つついていて、で、前面に切り替え式の、インスト端子が2つついています。前面の端子はハイZ端子になっておりまして、こちらに、フォンのケーブルを接続すると自動的に入力が切り替わるという仕様になっています。そして、マイクプリは後ろのこの2つですね。で、マイクプリアンプのゲインは最大 64dB、 出力は、2つ LRステレオ1系統です。そしてヘッドホン出力はこちら前面に2つついてます。ただ出力される内容音量はどちらも同じでミラーリングされているという形になります。そしてヘッドフォン音量の調整のつまみは独立しています。 MIDI の端子はついていません。 DSP ミキサーもついていません。デジタル入出力もありません。レイテンシーはロジックプロで 48kHz のプロジェクトでラウンドトリップ 11.6ms でした。 iOS には正式には対応しておりません。それでは5項目10段階評価でレビューしていきます。まずは機能性、機能性は10点満点中7点をつけさせていただきました。ポジティブな内容としましては、ヘッドフォン出力が2つついているという点、そしてここに書いてありますけれども 32bit192kHz 対応だという点です。ただこの 32bit っていうのはですね、どれくらい、音恵があるのかっていうのは諸説ありまして、実際のところほとんど 32bit だから音がいいとかそういうふうに体感できるところはないと思います。そしてこれ地味な点なんですけれども、機能性と言っていいかわからないんですが、こちらオーディオインターフェースには接続のケーブルがセットでついてくることがほとんどですが、その付属するケーブルがですね USB Type-C to Type-C のケーブルにこの Type-C から Type-A へ変換する変換コネクタがついてくると、そういった仕様になっています。でこの変換コネクタには SSL と印字があります。このパターン結構珍しくてですね、僕はこの
変換タイプっていうのが一番便利なんじゃないかなっていうふうに思っていて、これはまあいい点かなと思います。対してネガティブな点は入出力のレベルが把握しにくいことです。出力のレベルに関しては表示するメーター自体がありません。で、入力のレベルっていうのはこの1チャンネル2チャンネルそれぞれについている5段階の LED メーターで一応見ることができるんですけれども、5段階10デシベル刻みの LED メーターなのでどれぐらいのレベルなのかっていうのは結構分かりにくいです。なので入力のレベルを取るときっていうのは結構多めにマージンを取っちゃうっていう形になりがちですね。次の項目、操作性についてお話ししていきます。この項目は10点満点中9点をつけさせていただきました。これ非常に高い点数です。ポジティブな面としてはデスクトップ型で非常に操作しやすいっていう点、ものによっては背面や前面側面にボタンやつまみがついているという、そういった機種もあるんですけれども、天面に全てが集約されてるっていうのはすごく使いやすいなっていうふうに感じました。そして伝統的な SSL デザインのつまみとボタン、これもね操作性非常に高いです。ネガティブな点は特にありません。次の項目、メイン出力についてです。こちらは10点満点中7点をつけさせていただきました。旧モデルの SSL2 に感じた物足りなさ、僕はレビュー動画でなんか毛羽立ったようなザラザラとした印象がするっていうそういったお話をしたんですけれども、そのまあネガティブなイメージっていうのは完全に払拭されました。スピード感があって元気で明るい音っていう印象ですね。ただし超低域の伸びに関しては競合他社製品と比べてあと一歩かなというふうに僕は感じました。再生環境によっては、まあ、そこはそもそも聞こえないみたいな帯域ではあったりするので気にならない人は気にならないと思うんですけれども、僕は明らかに違いを感じたので言及させていただきました。次の項目、ヘッドホン出力、こちらは10点満点中6点をつけさせていただきます。メイン出力と同じ方向性で、まあ、元気で、明るい音っていう感じがするんですけれども、ちょっとバシャバシャした印象はありましたね。メイン出力と比べて、ヘッドホン出力がちょっとこう、疑わしいというか自然と行き来できるような音には僕は感じなかったですね。なので、1点マイナスとさせていただきました。最後、入力セクション、こちらは10点満点中7点をつけさせていただきました。ボーカルとアコースティックギターそれぞれ録音してみたので、短いサンプルお聞きください。みんな思ってるよ、思ってるよ、思ってるよ。立ち込めてたキリンは晴れた。あーなんだか今日はいいことありそう。みんな思ってるよ、思ってるよ、思ってるよ。立ち込めてたキリンは晴れた。あーなんだか今日はいいことありそう。ローカットスイッチと 4K スイッチ搭載で、マイクプリアンプの原因も 64dB 十分だと思います。で、音質に関しては主観が大いに混じるっていうふうに僕は考えているので、まあ、ちょっと控えめな評価にしています。8点でもいいかな、まあ、ちょっと悩みました。ちなみにですね、 4K スイッチこれ押すと音質だけじゃなくて音量感がちょっと変わります。なので先ほどお聞きいただいたサンプルっていうのは 4K スイッチオンにして録音した素材に関しては原因をだいたい 2dB 下げた状態で音量感っていうのを揃えてお聞きいただきました。まあ、皆さん僕の動画だけでなくいろんな方の動画見て悩むかなというふうに思うんですけれども、それらの動画に音声のサンプルがあった時に 4K スイッチオンとオフで音量感揃えてるかどうか
によって結構印象が変わると思います。なのでそこはご注意ください。まあ 4K スイッチを押すとちょっと広域が、きらびやかになるかな。逆に、4K スイッチオフの状態だと、ちょっと温かみのあるというか中低域が目立つような、そういったサウンドかなというふうに感じました。まとめます。旧モデルの弱点をしっかり克服した良いアップデートだなというふうに感じました。同価格帯の製品と比べて一番秀でてるなと思ったのは操作性です。ヘッドフォン端子、インスト入力端子が前面に配置されてネガティブな面がなくなったことで操作性の良さっていうのがより際立ってきたかなと。少し場所は取ってしまいますが、やっぱりデスクトップタイプの方が入出力の操作はしやすいなっていうふうに感じます。モニター出力のつまみが大きくて、手に馴染むっていうのもいいですね。同じく、デスクトップ型のオーディエント ID シリーズに比べても、どのつまみどのボタンに何の機能が割り当てられているのかっていうのがパッと分かりやすくて、でそれぞれの、つまみボタンの間隔っていうのもしっかり空いてるんで手が迷わないんですよね。僕が、旧モデルの SSL2 で、競合他社製品と比べて一段劣ると感じていた出力音に関してもしっかり良くなってました。抜きんでた音の良さっていうのは感じませんでしたが、音質が理由でおすすめしにくいっていうことはもうなくなったかなと思います。ただヘッドフォン出力の音質に関しては少し懐疑的です。ちょっと広域が暴れている感じがして、組み合わせるヘッドフォンによっては気になるかなというふうに思います。最近はオーディオインターフェースを DAC としてリスニング用に活用している人も多いようですが、ヘッドホンリスニングを重視する人はこの機種は避けた方がいいかもしれません。いかがでしたでしょうか。デザインも非常にスマートになって価格もかなり良心的です。僕はオーディオインターフェースの入力セクションのわずかな良し悪しっていうのをあまり重要だと思っていないんですが、SSL ブランドに憧れがあるですとか入力の音がいいっていう触れ込みに魅力を感じてるっていう人は、とても良い選択肢だなというふうに思います。2019年の末から2020年初頭に発売された持つ M シリーズと SSL2 シリーズが口火を切った近年の低価格帯オーディオインターフェース競争。旧モデルっていうのはアイデアは良かったものの隙が結構多くて、後発製品に飲み込まれてしまったっていうのが、僕の正直な印象だったんですけれども、マーク2になって、ようやく同じ土俵で戦える製品にパワーアップしたなっていうふうに感じました。ぜひ、説明欄の URL から購入ご検討ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのコメント、チャンネル登録、高評価が動画制作の励みになってます。どうぞよろしくお願い。チャンネル登録をして、今後アップする予定の五強対マン総当たり比較動画もお楽しみにお待ちください。ありがとうございました。また次の動画で。